どうも皆様こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。本日はメダル構成についてちょくちょく質問されるので、公開していきます。よくうちのショーツを見た人から、メダル構成が意味わかんないとか、なんかいろいろ来るので公開とともに逐一解説していきます。あと公開前に忠告、メダルは自分の使い方によって強かったり弱かったりするので、へえこんなの使ってんだーくらいで、とどめておきましょう。〇〇さんがこの構成使ってるから〇パクリとかやると最初はいいけど、なんか勝てなくなる。これは本当にあったかもしれないお話。怖いですね。前置きで40秒も喋り切ったので、さっさと紹介していきます。まずはアタッカーから。ガマ、ロビランド、大工の3枚。この3枚を作った理由は、適当。適当で普段使いしてるメダル作るんじゃねえよ。このメダルには1を使って浅い理由がありまして、初心者の頃に継承素材使っちゃってもったいないから、アタッカーにつけてます。うっぱ、思ったより理由が悲しい。自分も初心者の時に同じようなやらかしをしたよって方は、チャンネル登録高評価お願いします。ロビランドが3枚目の理由は追加特性が火力だからです。安定を考えて作るならこれ入れましょう。クリティカル系アタッカーにつけると意外と輝きます。続いてはこちら。よくある、ルッチ3種。動画の時にまともなアタッカー用のメダルがないのでわざわざ作りました。継承素材を拝んでる前、なかなか痛い出費でした。アタッカーにつけるとこんな感じ。最近はアタッカーにはこのメダルつけてます。普通に強い。そして一番紹介したかったこちらのめちゃくちゃ適当火力盛りメダルです。最初の2枚が追加特性で火力70にできるので、メダルが3枚つけれないキャラを中心につけてた感じですね。3枚目は適当に防御と体力です。通常遠距離の時は救世主つけてました。火力は70なので普通に強い。次はディフェンダー。このセットだけですね。防御力とダメージ減少を最大まで上げてくれるメダル。防御力が一番高い戦闘丸につけるとこんな感じ。カッチカチになります。最後はゲッター。こちらは火力全振り構成です。分身メダルとホールケースチョッパーでゲッターの強みを強化し、キングコングガンメダルで火力アップ、がっつり戦う用のメダルです。赤ローグンにつけるとこんな感じ、汎用性の高いメダルです。ゲッター紹介するときは大抵このセットをつけてます。そしてこれはダッシュ速度ガン上げ3枚です。おろびにつけてます。ルーシーの追加特性が麦わら縛りなので、他につけれる人があんまりいないですね。おろびにつけるとこんな感じで、体力が70増加しています。HP の暴力で簡単には KO されないので、終盤逆転想定です。そして最後はウソップ3種。こちらの動画で紹介しています。よろしければ見てください。なお固有特性が強いですが、追加特性まではちゃんと作ってないです。ただちゃんと強いのでボンちゃんにつけてます。そして我々がメダルを組むときにお世話になっているページがこちら、タカブログさんです。メダルの絞り込みがしやすく、最新のメダルもすぐに更新されるのでとても使いやすく、簡単にタグもわかるのでめちゃくちゃおすすめしたいです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は普段私が使っているメダルを紹介しました。無課金ってのもあり、使えないメダルもある中で作ったメダル構成なので、イベントメダルが多いのは許してください。それじゃあ今回はこれで終わり。チャンネル登録高評価するとガチャの排出率が 3% 上がります。 Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。それじゃあ次回の動画まで、バイバイ。